小籠包の調理手順を説明します。一度に蒸せる分量は6から9個です。材料を用意します。材料は9個分です。皮の材料 A として強力粉 35g、 薄力粉 35g、 塩小さじ1/3、その他にごま油小さじ1/4、熱湯35から40ml、スープゼリーの材料 B として水小さじ2、粉ゼラチン小さじ1/3、材料 C として鶏ガラスープの素小さじ1/3、水 50ml。 餡の材料 D として薄切りを包丁でミンチした豚バラ肉 110g、 紹興酒または酒小さじ1と2分の1、醤油小さじ1、塩少々、みじん切りにした長ネギ大さじ1、みじん切りにした生姜大さじ1、ごま油大さじ1/2を用意します。その他の材料として打ち粉用の片栗粉適量、千切りにした生姜適量、醤油酢各大さじ1を用意します。本体から給水タンクを取り外し、満水まで水を入れて取り付けます。皮の材料 A の強力粉、薄力粉、塩を合わせてボウルにふるい入れ、熱湯を少しずつ加え、箸などでよく混ぜます。手で触れる厚さになったらごま油を加え、よくこねてひとまとまりにします。のし台に打ち粉をして、さらに約10分間こねます。耳たぶくらいの硬さになり、表面が滑らかになったら、ラップで包み、1時間以上休ませます。次にスープゼリーの準備をします。材料 B の水、粉ゼラチンを合わせて、粉ゼラチンをしとらせておきます。材料 C の鶏ガラスープの素、水をレンジで加熱をします。ドアを開けると電源が入ります。材料 C を耐熱容器に入れ、テーブルプレートの中央に置き、ドアを閉めます。レンジボタンをタッチし、800ワットを選び、次に時間ボタンで加熱時間を1分に設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。容器を取り出し、準備したゼラチンを加えて混ぜ、よく溶かし、冷蔵庫で冷やし固めます。餡の材料 D の豚バラ肉、紹興酒、醤油、塩、長ネギ、生姜、ごま油をボウルに入れ、よく混ぜ合わせます。冷やして固めたスープゼリーを細かく切り、加えて混ぜ合わせ、9等分します。それぞれ丸めて冷蔵室で冷やしておきます。皮を用意します。のし台に打ち粉をし、寝かせておいた皮の材料を置き、手に粉をつけて生地を棒状にまとめ9等分し、ラップまたは固く絞った濡れ布巾などをかけて、生地が乾燥しないようにします。綿棒で外側が1ミリ弱、中央部分をそれより少し厚くなるように、生地を回しながら外側に伸ばし、直径9センチくらいの円にします。生地は伸ばしすぎると加熱中に皮が破れてしまいます。包む餡は冷蔵室で十分に冷やしたものを使います。餡がよく冷えていないと包みにくく、加熱中に
皮が破れてしまいます。皮の中心にあんを乗せ、中央に向かってひだを取りながら包み、最後に中央でしっかりとつまんで閉じます。皮がつきにくいときは縁に少量の水をつけて包みます。下ごしらえが終わったら、足を閉じたグリル皿にオーブンシートを敷き、図を参考にして並べます。出来上がりは小籠包が膨らむため、間隔を空けて並べます。グリル皿蓋をセットします。予熱をします。ドアを開けると電源が入ります。テーブルプレートがセットされていることを確認し、ドアを閉めます。調理分類ボタンをタッチし、焼き蒸し天津を選び、小籠包を選びます。仕上がりは中に設定されています。仕上がりを調節したいときは仕上がりボタンで設定します。スタートボタンを押すと予熱が始まります。予熱が終わるとメロディーでお知らせします。ドアを開け、やけどに注意し、グリル皿蓋の蒸気吸い込み口を加熱室左側面のスチーム噴出口に合わせるように置き、ドアを閉めます。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。出来上がった小籠包を取り出してください。グリル皿蓋を開けるときは熱くなっているのでご注意ください。加熱が足りなかったときはお手持ちの皿に移し替えてラップし、手動のレンジ500ワットで様子を見ながら加熱します。また冷凍した小籠包も蒸すことができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。醤油と酢を合わせておき、生姜と一緒に小籠包に添えて出来上がりです。